スティーブン・デイビッド・ウォーノックは、イングランド・ランカシャー州、オームスカーク出身の元サッカー選手。元イングランド代表。ポジションは、左サイドバック及びミッドフィールダー。名字は、ワーノックとも表記される。リバプール・ジェイミー・キャラガーの功労記念試合での、ウォーノック・ランカシャーのオームスカークに生まれた、ウォーノックは、セイベイダズ・ローマ・カトリック高校を母体とするラフ、ドコルツと、 セーイダズ・ローマ・カトリック高校でプレーした後、リバプール FC のアカデミーに移籍し、ほどなくして U-16 代表に招集された。スティーブン・ジェラードやマイケル・オーウェンとアカデミーで共に過ごし、トップチームに昇格を果たすも出番は訪れなかったため、ブラッドフォードシティ AFC とコベントリーシティ FC へ貸し出されて経験を積んだ。コベントリーシティで最優秀選手に選出される、 活躍を見せた、ウォーノックは、当然のようにクラブから残留を希望されたものの、ラファエル・ベニテス新監督の構想に入ったことで、リバプールへ復帰を果たし、2004年に UEFA、チャンピオンズリーグ2004からレゴ予選3回戦の、グラーツァー AK 戦で、リバプールでの初出場を飾った。同大会決勝での出番はなかったものの、優勝の歓喜を味わい、同シーズンのリーグ戦では、 主に地味トラオレの控えを務めつつ、19試合に出場し、戦力の一人としてチームに貢献したことが認められ、2005年8月24日に契約を2008年まで延長することに成功した。翌2005から06シーズンはトラオレの負傷もあり左サイドバックのポジションに定着した時期もあったが、昨季まで主にサイドハーフを主戦場としていたヨンアルネリセが、 サイドバックに回ったことでリーゼとのローテーションとなり最終的に地位を確立するまでには至らなかった。そのような中、2006年3月15日のフラム FC 戦でリバプールでの初にして唯一となった得点を挙げている。ブラックバーン2006年夏と2007年冬の両方でメディアからブラックバーンローバーズ FC の首相ルーカス・ニールとトレード移籍するだろうと報じられ、 最終的にニールはウエストハムユナイテッド FC と契約したことで、そのニールの後釜として2007年1月22日に推定移籍金150万ポンドの3年半契約を締結した。1月27日に FA カップのルートン・タウニ FC 戦で初出場を飾り、1月31日のチェルシー FC 戦でリーグ戦初出場を飾った。 ウォーノックは次のシェフィールドユナイテッド FC 戦でも先発を任されたが試合終了間際イエローカードの2枚目をもらい退場し2月25日のポーツマス FC 戦で移籍後初得点を挙げたブラックバーンではマーク・ヒューズ監督のもとで常に左サイドバックの一番手を務めていたが3期目となる2008から09シーズンにポール・インス監督が就任すると サイドハーフや中盤の底などを任されるようになり、後半戦にサム・アラダイス監督へ交代してからは、本来の左 SB の位置に復帰するも、ガエルジベカニュー以降は再び中盤で起用されることが増えた。二千九年四月十一日のフルスリバプールとの試合を迎える前にオーノックは、九百八十九年四月十五日のヒルズボロの悲劇で命を落とした九十六人の、 リバプールサポーターに関連して数字の96を示した花の展示を飾ると発表し試合当日にチームを代表してピッチに花輪を捧げたアストンビラ2008から09シーズンにブラックバーンの年間最優秀選手に選出される活躍を見せたウォーノックは長期離脱中のビルフレイとボーマの代役として2009年8月28日に 推定遺跡金800万ポンドで、アストンビラ FC と4年契約を締結した。加入して、すぐさま地位を確立し、クラブのサポーターが集うウェブサイト上で、マーティン・オニール監督が連れてきた中で、最高の選手、この10年でうちに来た左サイドバックとしては最高と、次々に賞賛が送られるおほどの活躍を見せる中、2010年1月20日に、 フルス・ブラックバーンとのフットボールリーグカップ準決勝で初得点を挙げた。2010から11シーズン開幕前に、ボーマが契約解除により退団したことで、左サイドバックのレギュラー選手が代々着用している背番号3が与えられ、ウエストハムとの開幕戦に先発出場して、無失点での勝利に貢献した。開幕戦から全試合先発出場を果たしていたが、 ジェラール・ウリエ監督の構想外となったことで12月28日のマンチェスターシティ FC 戦を最後にリザーブチームで過ごす日々が続いた。そのため、複数のクラブが関心を示していると報じられると、共に夏での対談が予想されたが、新就任したアレックス・マクリーシュ監督から、ウォーノックの腐らずにいる態度に感銘賞賛され、ウリエ政権で構想外となった。 他の選手たちと同様にやり直す機会を与えると語られた。そのマクリーシュ監督の下では、2011から12シーズンのリーグ戦に3試合を除く35試合に出場し、2011年10月15日にアウェイのマンチェスターシティ戦でリーグ戦初得点を挙げている。2012から13シーズンは状況が打って変わり開幕前に、 ポール・ランバート新監督から構想外と告げられ、リザーブチームで練習することとなった。2012年9月21日に、同国2部のボルトン・ワンダラーズ FC へ3ヶ月の期限付き移籍したウォーノックは、翌日のシェフィールド・ウェンズで FC 戦にベンチ入りし、次のクリスタル・パレス FC 戦に左サイドバックとして先発で初出場を飾った。2試合目の出場となった。 リーズユナイテッド AFC 戦でペナルティーキックを獲得して味方に譲った。アストンビラへ復帰するまでにボルトンでリーグ戦15試合に出場した。リーズアストンビラと双方合意で契約を終了させた。あと、サム・アラダイス監督率いるウエストハムから長期契約での獲得の申し出を断り、移籍期限日、最終日の2013年1月31日に、 リーズユナイテッド AFC と2年半の契約を締結。2月9日に森ニュースタジアムでのウルバーハンプトン、ワンダラーズ FC 戦で初出場を飾り、3月2日のミルウォール FC 戦で PK から初得点を記録した。また、ブライアン・マクダーモット新監督就任後の初試合であるシェフィールド・ウェンズデー戦で首相を任された。ダービー2015年1月15日。 ダービーカウンティ FC に移籍。ウィガン2016年5月30日。ウィガンアスレティック FC に移籍。バートンアルビオン2017年6月26日。バートンアルビオン FC に移籍し、同年9月16日のフラム戦で移籍後初ゴールを決めて、チームの勝利に貢献した。このゴールは現役最後のゴールとなった。ブラッドフォード2018年1月26日。 ブラッドフォードシティ AFC に期限付き移籍。4月には、シーズン限りでの現役引退を表明し、同年現役引退。2005年8月29日に、スウェン・オラン・エリクソン監督の下で2006フィファ、ワールドカップ、ヨーロッパ予選のエールズ戦と、北、アイルランド戦に向けて、イングランド代表に初招集された。左サイドバックの一番手、アシュリー・コールはいたものの、 控えを務めるウェインブリッジ、ポール・コンチェスキーといった選手たちが相次いで離脱したためとはいえ驚きを持って伝えられた。2008年5月11日にアメリカとトリニダード・トバゴとの親善試合に向け、ファビオ・カペット監督によって再招集され、6月1日のトリニダード・トバゴ戦でブリッジに代わり84分から初出場を飾った。その後、 出場することはなかったもののブラジル戦やエジプト戦と定期的に招集されたことやクラブでの活躍から2番手のブリッジを追いやるだろうと囁かれ始め2010年5月11日に 2010FIFA ワールドカップへ向けた暫定30名に名を連ね6月1日に最終23名に選出されたもともとアシュリーコールの控えとして見られていたことから出場は 容易ではないだろうと予想されており、実際にアシュリー・コールの素晴らしさとイングランド代表が早期に敗退したことにより出番は訪れなかった。2010年11月17日にフランスとの親善試合でキーラン・ギブスに代わり途中出場をしたのを最後に代表から遠ざかる中、2012年5月にスコットランド代表のクレイグ・レベイン監督から接触が図られた。 ワールドカップの一員だったものの出番はなく、出場は国際親善試合のみであり、公式戦での出場がなかったためだった。ありがとうございます。